ます。世界が注目をしておりましたチリの鉱山の落盤事故、これが、チリ当局および関係者の努力によって全員救出をされたということは心から喜びます。この救出の一連の過程に日本のさまざまな製品が活躍をしたということも報じられております。また卑近な話ですが、近所の商店のおばさんがですね、この救出の朗報を聞いて涙を流して、よかったよかったと、こうやって喜んでいらっしゃるこの日本人の心根、ね、ここもまた改めて私は感銘するところがありました。ぜひこういったことを中心に、またチリと日本のさまざまな関係を深めていくきっかけにもすべきだと思います。衆議院での予算委員会、昨日の質問は石井さん、遠藤さん、本当にお見事でありました。大変わかりやすく、まだやり残した課題もあろうかと思います。いよいよ予算委員会は参議院に移りますので、白山さん、松さん、ぜひとも頑張っていただきたいと。さらには決算の関係で来週にもまた論戦の場が予定もされていると伺っております。ぜひともこの重要な論戦の場を通じて、今焦点となっておりますのは政治と金、あるいは尖閣、その他の外交問題等々でありますので、しっかりと経済の問題も含めて論戦に挑んでいただきたい。国民の皆さんが、そうだそこだ、もっとやれ、こう言っていただけるような論戦をして実りある成果を作り上げていきたいと思います。どうぞしっかり結束して頑張りましょう。以上です。